ドーミングを切り取りしたんですけどね。はい。フラフラって。ロールアウトして、そんなのたまに襲ってくるっていうか、そういう感覚になって。はい。保坂も死んでましたからね。うん。まあ、最初はね、しかもドーミングを決断ですからね。で、その2連覇で、草川ストリートファイトのクリーンタッグ。まだ挑戦者決定戦という、また重大な局面を迎えてしまったんですよ。うん。今週に関しては、やっぱ、両チームともあのベルトは欲しいですからね。はい。ソリッドファイトのクリーンタッグですか。 ベルト以上にこの試合にかけるもの、まあ、旗のほうにも見えるんですけど、それにしてもこのフラフラですね、うん、イニングのリングであろうが、FMのリングであろうが、お互いの気持ちは一緒だったと思います。はい。エンディー魂、そうですね。結局、そのリングを破壊したことによって、かなり他の他団体、 エンディー団体からも出場が1位に出てくるのは、ああ、そうなの、やっぱりあったらしいですけど、はい、まあ、いくつかあったんですけどね、はい、全く上がる気はないですね。 FMW 以外は、僕たちと中川や中川たちが本当にエンディーのトップだと思ってますから。なるほど。結局それはインディーの FMW に関わりっていうことですね。だから同じ気持ちを田中や黒田の中で持ってるって思います。リングでああいうふうに肉に行って、はい、ライバル、肉にライバルですからね、はい、お互いの気持ちがインディーを守るっていう気持ちがもうがっちりして、一つのテーマがありますから、はい、6人の中にそういうテーマを持ってると間違いなく持ってます。だから常にこの6人が絡んだ試合っていうのは、はい、 今かけたことないですね。そうですね、常に新しいものが生まれてくるというか、だから僕たちがウィングに残した財産、宝としてはホント彼らこそFMWの熱く歌財産ですよ。この6人の戦いこそはそのインディーの未来、そうですね、一つかかってるような。 財産とウィングの財産が、はい、こう試合してね、はい、インディーの財産だと思ってるんでね、うん、だから今この6人が中心にやってやってるわけですけどね、はい、おそらく平均年齢一番若いと思うんですよ、全団体で、はい、うん、みんな20代、そうですよね、一番年いってるのが、まあ、高いので、ひどいで。 22、22年なんですけど、ね、最年長にしても26、うん、田中選手のこのところの台頭ぶりっていうのはどう見てますか。すごいですね、認めざるを得ないっていうか、うん、やっぱり最初僕大仁田敦史が引退してヤングオブインディペンデント前に田中と試合った時、はい、あ、田敦史がいる時はそんな存在感はなかったんですよね、はい、 それが急にああいうふうに出てきて、あ、僕は焦りはあったんですよね、最初の段階で。どんなやつが打ったのかなと思って、ひょっとするとこれ抜かれるんちゃうかなと、逆に FMラインの何やまとかそういうのは気づかなかったんですかね。もう、勝って気づいたら、もう今トップだってますよね。だから、 宮本さんに残したベルトも、はい、あれだけは譲らない、続けてやってきたんですよ。ちょっとここら辺でも本当田中と差を縮め、交互さんにこれ勝つのも、うん、先越されましたしね、はい、その辺は金村選手の危機感につながってますよね。そうですね、うん、だから田中の中川の黒田、僕たち3人は認めてますよ。なるほど。 やっぱりあの表情というんですか、うん、その試合中の表情というのはすごくやっぱり変わってきますよね。そうですね、自信を満ち溢れてるというか、うん、これはやっぱり保坂選手なんかについても言えることだと思うんですけどね、最近こうマスコミの方でもやるのが、はい、みんなに顔が変わったっていうふうに思いますね、はい、表情の。
だから自覚が出てきてるんで、そういう風に言ってるんですね。なるほど。かなりでもこのメイベントも上げましたよね。そうですね。また流血がひどくなってますね。もう何でも勝つという気持ちしかないんですよね。そうですね。でも一つこの試合を見ていて気がついたことは、例えば FMW で行われたこの同じ顔合わせの試合と全く違うファンの反応がありましたよね。どうなんでしょうね、内容的には全く違うのを見せるって僕は言いましたけど、はい、まあ、熱い6人が当たれば絶対試合は熱くなりますからね、はい、やっぱり絶大なこのウィングフォールの中で戦うっていうのは、これはこの選手にとってはかなりこう精神的な影響っていうのがあるんですけど、そうですね、最初僕 FM ライブしたら悲惨でしたからね、はい、大後楽園の大分、はい、何をしてもウィングでしたからね、はい、辛かったですね。そうですね、やろうと思いましたから、うん、例えば一番最初に FMW のマットに何だっちゅうのは札幌で乱入した時間だったんですけどね、その時でもあのカエルコールというのは本郷選手がそれまで始まったことがないようになったんですよね。ウイングではトップやってて、まあ、初戦局で以来 FMW 来たら小山の大将だったんですよね。ウィング以内でね、人気とかそういうのだけであって、はい、現実を見ましたね。ウィングの外の世界って言いますね。それだけに、晴れの舞台っていうんですかね、ウィングの舞台に踏みつけて、もうバックに聞こえてますウィングコールっていうんですね、まさかこういうウィングコールが出るとは思わなかったですかね。最初のコールの時に FMW さんにブーイングが入ったら心の中で思いました。今まで俺らこんな気持ちで試合やってた、お前こういう状況で試合してたんだぞと。なるほど。周りが敵でね、ファンも敵で。なるほど、無視とかね。でも結局こういうブーイングは後半なくなりましたからね、はい、はい、例えばよくフランスでやるこちらのビニフェースで、うん、こっちがヒールみたいな、そういう構図じゃなくなっちゃいましたからね、うん、そういう意味では単なる分断放送とかそういう次元ではなくて、うん、その結局誰が一番熱いのか決めればいいみたいな、そうですね、うん、結局ロングダマシーもフォームダマシーも結局はインディペンデントダマシーってことですよね。僕たち自身3人、本当に全く本当に、だから、ひどいのよ、ほさかが、エクレードルで上がれてるので、まあ、今のね、その、立ち入った事情を言いますと、その金銭的な面というのを言えば、例えば、ギャランタのリングに上がれば、だから、それなりのものがあるわけですよね。冗談で3人で、こう、なんていうんですか、神戸さんみたいな、あらかせでしょうか、はい、まあ、そういう話だったんですけども、はい、まあ、それは冗談であって、はい、本当にいざそういう交渉があったときは、うん、もう3人が3人あがったらダメだよね。なるほど。田中もタフですからね、首を見れば分かりますよね、首の太さですね、はい、考えたら上田敦がいたときも、はい、こいつら僕たちと組んでたグラジエーターとかボコボコされてたんですよね、はい、そうですね、そうですね、ホームドライバーを食って、あっさりゴムを食って、また高山のひどいのパイルドライバー、僕のヘルマントーチ、みんな食らってたんですからね、タフにならないわけないんですよね。なるほど、まあ、ウニの3人がここまで成長してきたのと一緒に、やっぱり彼らも成長してたってことですね。逆に僕たちはターザンゴとウニタツシが叩き潰されてここまで来たんですけど、はい、そういう意味では、まあ、両サイドともどん底を見てきたと思いますね。金村さんがそのウィンの旗揚げに関して言われてた、俺らに怖いものはないと、例えばインディペンデント冬の時代と言われても、俺らはいつも冬の時代やって、そうですね、言ってましたよね。でもリングの上が疲れですからね。なるほど。どん底を味わった人間というのは怖いものはないと言いますからね。
どうなんですか、あの時は田中たちは FM をしてるって言ってましたけど、はい、彼らの彼らはね、厳しい感じだったんですけども、環境は良かったけども、おそらく、まあ、僕たち想像つかんぐらいきつい練習やったと思いますよ。今、現インディがいっぱいあって、はい、どんな団体でもガリガリのアンちゃんの出すんですけど、FM ダブそれないですからね、はい、去年のデビューした感じでした、はい、あれでもこれ1年以上そうですね、やってましたけどね、はい、極真空手出身ということもあって、はい、あんだけ体ができていたにもかかわらず、はい、やっぱりそれだけのトレーニング期間を得たという、当時も本当に説明のレスリングしますね。そうですね、うん、あのレスリングの良さという点ではもう期待しますもんね。このキャリアでズルさを持ってるっていうのは結構そうですね。なるほど、まあ、ズルさを持ってるっていうのはやっぱ大谷さんとかね、はい、大谷さんとかあと、はい、リッキー・フリとか、はい、あの中川コーチの名前ですよ、26個室ですよね、はい、今日は結構腰を落としやすい選手ですね。なるほど、うん、あこれは今のは、はい、そうです、初めてこれで寸劇に繰り返しまして、繰り返しました、最初これは細部を使ってスパイン部分なんですけど、なるほど、さあここから表面と一発です。先ほど金村選手が言ったので彼の表面と一発が決まりますね。この辺というのはやっぱりその金村選手も実際に決まらない、すぐに取れるものだと思ったものを返されてもらえるのかな、驚きと言いますか、ありますね、もう心の中では終わったと思ってるわけですからね、はい、なるほど、何よっていう感じですか、さあかなり試合に混乱しています。この辺は大団体、まあ、いわゆるストリートファイトですから、これでこそそのストリートファイトの挑戦者決定戦にふさわしいという内容ですけどね、この辺の粘りもすごいですよね。金村、はい、選手がこの日旗揚げでその一番選手の例えばこの FMW の選手ですか、うん、俺らの本命に出てきてみろと、うん、この3人にこれを伝えたかったっていうことは何なんでしょうか、うん、やっぱり、お前らこいつらとやりたかったですね、はい、まずテーマが新生運動だったのね、はい、うん、だからさっき言ったけど、過去を捨てて新しいものにしたかったので、うん、まあ、そうだったらもうこいつらしかいないだろうと、うん、決めてたので、もしそれを過去を持って上げてくるようにと思ってますか、うん、まあ、ちょっと僕たちもずるいことをしましたけど、はい、お前らが上の裏のマイクを、うん、あのしたくなかったですけど、うん、まあ、どうしても、うん、頭の中に決まってたので、はい、体が、うん、お客さんに伝えたかったことっていうのは何ですか、やっぱりインドっていうのはやっぱり FMW はすごいんですよっていうのは、やっぱり FMW に言われてた時代に金村さんが家の会に言われたそうですよね、だからもう FMW を決めさせてしまったんですよ、それが一番辛かったっていうのを聞きましたけど、そういうことになってもね、全然自分の心の中で決めてしまいますけどね、はいはい、決めるボールなんですよ、みんなが選ぶのは、なるほど、はい、チームとスイングしてきますからね、決まりました、サンダーファイアですね、これはこれを持ってるボールでしたね、